やない方がいいかなと思って。あ、こんにちはやっほー、見ていいな、お疲れサンドイッチって。え、あ、そういうこと、そういうことじゃない、誕生日配信だからかと思った。誕生日配信はもう終わった。こんにちは、ちょっとだけ配信するよ。お疲れサンドイッチ、お疲れサンドイッチをね、うん、あれに定型コメントにしたの。いいね、そしたらみんな使ってくれる。お疲れさんねえ、お疲れサンドイッチしか流れてこなくなっちゃった。今もお疲れサンドイッチってみんな自力で流してる。え、ね、今焼き物持ちでした。え、なんで充電器何もない。あれ充電器、充電私のとこにあるな。え、部屋じゃない。ああね、いや持ってないかも。あ、どっちだっけ。こんにちは、こんにちは、サンドイッチ。ねえ、ひなちゃん隣でショールーム検閲されてるよ。キヤここはいつものスタッフルームから配信しています。今日は昼夜公演の間なので、はい、もうね、今日はメイクさんが1人しかいらっしゃらなくて5人をね回さなくちゃいけないので、ショールームするなら早めに配信するか、髪の毛やってから配信せえって言われまして、そのため髪の毛をやってから配信しています。そうです。あ、全然大丈夫だ。後で充電日の 38% しかなかった。あれ、あ、それがいつもここら辺にいる人たち USB？ うん、でもね、豆腐がない。豆腐こんにちは、こんにちはだよ、こんにちは。ゆめちゃんね、ずっと充電器探してて、ゆめちゃんの画面にはパーカーしか映ってない。スタッフさん袖で充電器探し、ネズミ色のパーカーしか入ってないです。まあ、え、じゃあずぐ、いや、私のカバンの中入ってなかったかな。全然立っても大丈夫です。いや、わかんない、どうだったか覚えてないな。まあいいか、まあいいよ、よいしょ、いいってことよ。それぞれ使い方が違うね。お疲れ、うん、ありがとう。お疲れサンドイッチ、お疲れサンドイッチ。何時まで配信する？まあいいか、何時でも、うん、もうやることはやることはやった。お水ハートありがとうございます。うん、なんかたい焼きいっぱい来る。いいじゃん、ありがとうございます。たい焼きってどっちか食べる？どっちでもいい派。わかる、ね、非常に、うん、非常に愚問あの例のね、例のキノコ派かタケノコ派と、あ、それよりももっと、あ、本当？私どっちかというとそっちの方がどっちでもいいというか、どっちも好き派なんだよね。圧倒的にタケノコ。あ、出た、タケノコ信者。あらら、こんにちは。見て、なんか、うん、こんな大きいなって首、うん、これ回るんだよね、チョーカーいつも回る。ありがとうございます。今日はちゃんと配信してます。はーい、やっほーやっほー、なんか神棚が映っちゃう。神棚というか、なんか映っちゃダメなものあるかなと思って。神棚お酒ばっかり。夢五郎です。え、さっきひのが夢五郎って呼んだの知らなかった？うん、最近よく呼んでるよ。え、一回も呼ばれたことないよ。聞いてないんじゃない？あ、そう、うん、ひの結構夢五郎って。え、絶対それは嘘。あた、ま、間違いなく頭で、まあ、心では夢五郎って言ってる時多い。へえー、なんで？え、語呂がいい。ありがとう。夢五郎。夢は日の丸。日の丸ってでも聞いたことない。誰に言われたんだっけな。え、なんか自分で言ってなかった？日の丸。言ったことないよ。日のはあんまり、日のちゃんって言われることが本当に多い。そうじゃない時もあるけど。日のちゃん幼いって。T シャツのせいじゃない？T シャツね、これ聞いて。ずっとカホからいじられてる。これはね。どこか行きたい T シャツ、HKT さんのグッ
違う。これはプロセカの花里みのりちゃんがゲーム内で着てるあ、そうなんだ、レッスン着なんです。そういうことね。あ、めっちゃいい商売だねそれは。そう、買ったの。それが欲しいわ。そのままグッズかな、そのままグッズだったか、なんかなんだっけ、名前忘れちゃった。そういうのいいよね。いいよね、うん、ゲーム内のものがねもらえる。普通に自分で買った、それなりに。おいくら？言わない言わないけど、調べりゃすぐ出てくるから。でも普通にいいお値段するんだけど、うん、これだったらまあなんか普通に部屋着にもできるし、うん、レッスン着にも着ていけるなと思ったけど、うん、今日めっちゃ2人に笑われたからこれから普通にレッスン着に行く、うん、あの勇気はなくなった。集合時間さ、めっちゃ今日ギリギリだったじゃん、ひまちゃん、うん、でさ、車両までめっちゃこの T シャツで猛ダッシュしてきて。嘘だよ、ひの閉じてたもん。え、ひの閉じてたよ。嘘、いつ、いつ脱いだんだっけえ、こっち来てからだよ。細かいことはいいじゃん。いやだって違う、嘘言われてもやだもん。その方が話って面白いでしょ。いや、私はフェイクニュースを拡散される方がやだね。ダメだ、この人の言ってることはちょっとダメだ、嘘だったりします。あ、でもマリオカート8をくれたのは本当です。誕生日プレゼントは自分が遊びたいものをプレゼントしてくれました。夢が遊びたいものをひのにプレゼントしてくれた。違うの、どちらかというとね、うん、カホなのえ、そうなの、マリコはカホ。うん、カホとね一緒にね、うん、ゲーム屋さんに買いに行ったらね、うん、違うの、夢さ、カホとこう、うん、お値段半分こで買うかと思ってたの、うん、でじゃあこれにしようって言ったら、うん、あ、でもね私別のもの買うんだよねあれと思って、うん、まあいっかって思って、うん、カホのためのジョイコンとカホのためのジョイコンではないけど、いやでもさ、まあ、3人目のためにね、だからあれって思いながら買った、うん、そういいよ全然、ありがとう、嬉しい。 いえいえ、昨日一人でやったから。おもろい。そう、早速そうマリオカートをそうこれで8デラックスね、でプラスあのジョイコンのねコントローラーを一つしてくれました。ハートありがとうございます。プレゼントでした。プレゼント、そうでもまだここ3人しかできないから。そうだね、もう一個、もう一個ちょっと、え、もう一個、いや違う、それは誰かに、ゆなこ、うん、そうそう、ゆなこに買わせよう。ゆなこかな。で夢的にはでも、うん、マリオブラザーズがやりたかった。スーパーマリオブラザーズ、うん、ああクリボーとか出てくるやつ、はいはいはい、がやりたかった。あ、そうなんだ。 3DS ならあるよ。そう、夢 3D のさ苦手なんだよね。うん、奥行きない、あ、そのないやつ。あ、本当、横の 3DS のやつあるよ。横がいい、横がいい。か、そうか、ありがとう。でみんなでやりたい、シャボンみたいな。でも結構新しいのはねスイッチあんま出てなかったけど。そうなんだ。あのマリオメーカーやれば。あ、だってそうじゃないとスイッチの新しいのはあの猫マリオのやつだよ。うーん、 3D なんとかみたいな。 あ、うん、あとマリオパーティー。マリオパーティーはひのもね買いたい。そうだ、マリオパーティー一つ買ってもあげるかなと思ってやめた。え、そう、飽きないよ。ほんと？いろんなステージ、あー、まあ、間延び、だただその1回のプレイが長くなるかな。いや、そう、だから今買ってもきっと、うん、って思ったけど、結局私たち毎回買っても体験版ずっと遊んでた。他のね、他のソフトの体験版結構やってたね。そう、今が一番のお気に入りは柔らかったマジック。あー、そっちね。あと、世界大、大、大、あー、ね、世界の遊び大全51。大全、なんかめっちゃさ、さっきからずっとさショールームしてる時にさ、目の前にいるスタッフさんがずっと相槌打ってる。何これおもろこの感覚慣れてないんだけど。そう、いつもいないからね。いつも違う、いつも配信してても無視されるじゃん。見えてる。え、待って、このシーン今さ聞いて、スタッフさんが2人いて、スタッフさんが2人いて、2人ともひのちゃんの方のショールーム検閲してる。いや、夢の見て。あ、見てくれ。2人ともひのちゃんの見てた。何の検閲？あ、だから頷いてたんだ。なるほどね。おもろい。あの初めての感覚、こんな目の前で
相づち打たれるの。ゆめコネクト4がめちゃくちゃうまかった。あ、そうそう、何あれよ、なんだっけ、五目並べ、そうそう、五目並べの四つ番みたいな、なんかそういうコネクト4って調べて出てくるんだけど、なんかこう先、そのなんて先を読む、オセロみたいな、ね、そうそうそう、オセロみたいなのの、まあ二人番、二人番はオセロ、オセロもそうだったわ、ね、進化、なんていうのね、派生したもの、オセロから派生されたもの、まあ似たようなものなんだけど、それがねマジ得意だったよね、夢めっちゃ得意なの。そう、全勝、全勝全敗本当に、うん、5戦ぐらいやったかな、この人全戦全勝してた、全戦全勝、ありえなくなかったね、ありえなくなかった、本当にうまかった、夢めっちゃうまかったね、うん、こんなにうまいと思わなかった。そう、でもやっぱ地元でもさ負け知らずの、そう、オセロうまいらしい、オセロもうまいんでしょ地元ではまあ有名だったかな。そうなんだ、オセロの結構名前馳せたのをね、あ、そうなんだ、とどろかせてたかな、そうなんだ、長野のオセロをそうそうそうって呼ばれてた時期もあったんだ。あ、そうか、なかったかコネクト4面白かったよね。面白かったね、あれ普通にできるからやりたい、あれ手作りしたい、手作りして劇場に行きたい、手作りできるよね、コネクト4やりましょうっつって、うん、いいね、じゃあ調べてみてください。ハートありがとうございます。あとあれも面白かったね、メイドインマリオ、わかる、お裾分けるメイドインマリオ、ね、2人でできるやつがあって楽しかった、ね、楽しかった、ちょうどカホがいない、ちょっとカホが出払ってる時があって、そう、その時に2人で体験版を遊び尽くしてたんだけど、そうそう、メイドインマリオ楽しかった、楽しかった、たい焼きありがとうございます。メイドインマリオ、うん、どんなんだっけ、ミニゲーム、ミニゲームどんなんだったっけ、なんかその直感で操作するみたいな、でほんと少ししか制限時間がなくて、それぞれのキャラの特性でなんかこう動かして、うん、そう、これなんだ、これだけを落とせとか、うん、5つだけ取れとかさ、これだけ、あ、はいはいはい、そうそうそう、なんかそういうのばっか多かったね、楽しかったね、うん、楽しかった。やっぱこう人と分けられるのはさ、その何、普通のスイッチならではじゃん、ライトだと分けられないから、うん、あの両端ね、うん、ジョイコンだ、ありがとう、へのちゃんのファンのみんなのおかげで私はスイッチはできてる、ありがとう、そうだよ、みんなのおかげで感謝みんなのおかげで、そう、楽しんでるゲームを、ありがとう、他のメンバーもいつでもうちに来てほしい、行くよそう、ただただあと1個あれがない、ジョイコン、ジョイコンがない、それはだからさ違うよ、1人やっぱさ1つさ、やっぱそうしよう、1人1個ジョイコン制度にしようで持って帰って、うん、来るときにちゃんとこうつけてきてヤッホーみたいな、そういう制度にしよう、もったいねーかわいそう、そしたら絶対喧嘩にならない、それはそう、いや私ええやん、置いときゃね、サイリウムカラーに塗ろう、自分わかりやすい、誰かの指紋ついてんだけどみたいになっちゃうから、確かにわかりやすいね、ギフトありがとうございますね、まあ、プロコン買っちゃえば4つ揃うんだけど、そう、こういうやつプロコンもいい値段するんだよ、1万円ぐらいする、そんなにするんだ、そう、めっちゃ懐いてる何さっきからずっと話してたそう、めちゃ合図中ってくる、ね、プロコンを買ってしまえばもう 1P2P3P4P 全員揃うから、あ、4人までしかできないんだ、うん、あ、そうなんだ、基本的には多分そうだ、じゃあ10人も10人で集まって10個1つ持って集まってもダメなんだ、そうね、じゃああと1つ買えばいいじゃんそれはそう、あの気づいちゃった、バイバイ、あのよかったね、今あのあれなのよ、多分4人で、なんだろう、桃によってはたくさんあるんだけど、コントローラー自体は多分4個までかな、うん、多分ね、そうなんだ、うん、だからプロコン買えば、うん、あと欲に忠実すぎる思ったことすぐ言葉に出す、おかしいだ ね、そうだ、ちょっとね、お高いんだけど、せっかくならヒノだからゼルダとかやりたいって言ったじゃない、うん、ブレスオブザワイルドのね、決めたもんね、次買うやつあの1万円のね、そう、任天堂スイッチのオンラインパックね、そう、なんか2つ買って、どの値段でも1万円になるみたいな、うん、2つでスマブラ買えって言われてる、そう、スマブラとスマブラとゼルダでいいかっつって、買おう、ス
ま、でもね、あのね、その場合はね、うん、家に人が来ることを約束してもらわないとちょっと出せないわ。イメがしてあげる。イメがめっちゃみんなに宣伝する。毎日 LINE に送る。なんかやばい。おしゃべり会の画像みたいなやつ作ってさ、ひのちゃん家に行きませんかみたいな。ひのちゃんのオフの日程全部打ち出して、ひのちゃんの写真も作って、こういう感じの。確かに一人の時間も大事にしたいタイプなの。だからちゃんと部を設けるの。あ、その部を設けて最初受付みたいな。あー、いいね。その画像作るから毎日、うん、毎日変える。あ、いいんじゃない。でも確かにスマブラ、スマブラはちなみにでも8人もあるのな。え、あれってことはコントローラーって8つまでつながれるの？え、意味ない。わかんない、どうだっけな。スタッフさん考えてな。どうだっけな。あれわかんない。8までだな。8人までやったら本当に大乱闘だよ。めちゃくちゃ首かしげてる。壺すぎる。たい焼きありがとうございます。でもオンラインなのかな、スマブラ。あ、確かに。分かんない、8人までできた気はするけど。めっちゃ調べてくれた。え、テレビだ。2人から言われた。あ、そうなんだ、8人までできるらしいわ。すごい。でもわざわざ調べてくれた。あ、そうなんだ。でもそれはさすがに私8個まで用意できないわ。だから1人1つ1人1つ。でも大体4つまでじゃない。うん、大体4つまでで、コネクト4は2つだしね。うん、チーム戦にしよう、コネクト4。1人1点みたいな。そこじゃない。夢大変。夢多分切れちゃう。絶対イライラする。切れちゃう、そこじゃないな。ヤヒヤヒ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。絶対言う。そう、いや楽しそうなんだよな。わかる、それも楽しそう、それも含めて。そう、そうなのよ。だからまあ地道に集めていくか。うん、どうしよう。ね。そう、とりあえずあと1個ね、プロコン買うか。でもプロコンと、うん、その何、9900円ぐらいのやつ、その2つのやつが入ってるやつ、ソフト。あ、9000円のやつ。はい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 、でだって2万円でさ、うん、もう揃えられるで。いいね、やれるの。たい焼きありがとうございます。ちょっとソフト心もとないけど、なんでマリパも欲しいけど。ああ、そういうことね。そう、わかる。マリパ誰かにじゃあ買わせよう。誰かに、ね、帰り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 来るかな、うち。確かに、めんどくさがりそう。帰り、ね、帰り帰りって言ってこない、うん、うんうん、わかった、ごめん。ごめん、入れちゃった。美容入れちゃった。ごめん、今日ちょっと寝る。そう、歯医者だ。ごめん、ちょっと今日眠い。帰りはそういうとこある。耳は絶対来てくれる。ああね。家は絶対来てくれる。ね、最初はあんなに遊んだりしなかったのに。確かにね、絶対お泊まりしないもんだって、ね。絶対お泊まりしないけど、私たちがね、普通に。ね、オールさせたね。初めてオールしたよって言ってた。言ってた。あざとかったね、あれは。あざとかった。お疲れ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、耳を私たち色に染めちゃって申し訳なかった。ね、まあ、はあ、なんかいい、まあまあまあ、そうね、そうね。いや、ゲームね、ゲームしようっつったら誰が来てくれるかな。ヤヒとユウ、てかユウは絶対来るよ。あ、ほんと？まあね、まあ、あの子たちはこっちで家があれば嬉しがる人だから。みんなの家を家だと思ってる。サラも来そう。え、マジ？サラ？サラ。わざわざ？マジ行くわ、1週間泊まって。全然いいけど、全然いいけど、多分1週間全くのオフはなかなかないぞ。そう、ゆなこ、ゆなこ、ゆなこ毎日来るでしょ。てか泊まるでしょ。泊まってくれるかな、うん、ゲーム。ゆなこはまだゲームしてないからな。ね、でもゆなこは絶対やらせたくない、うん、ゲーム。ね、下手らしいね。下手だし、うん、負けたらすね。珍しいじゃん。そうない。それはだってその時が悪かったんじゃないの。ずっとそうなの。それ以外そんなことないでしょ。うん、確かそれしかさ、スイッチ当たったことないかもしれない。でしょ。ね、もしかしたらその時のマリパ、マリパとマリカとぷよぷよとテトリスと、うん、全部ダメだった。まあ、でも、まあ、マリパはまあある意味運ゲーみたいな感じじゃん。ね、うん、
や、マリカとね、その辺はまあ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 、まあ、私でも一緒に根に持ってる、あのスネコちゃん。いや、珍しい、超珍しくて最初聞いた時嘘かと思ったガチガチ、たい焼きありがとうございます。全然嘘かと思った、ガチガチ。いいな、何が楽しい。え、うん、あのみんなでゲームするのは普通に楽しそうで、何より、ね、あとなんか、なんだ、何がいいかな、みんなでやる楽しそうな、やっぱり柔らか頭塾じゃない。そうよ、柔らか頭塾導入してね。え、私だったらあの遊び大全の方やりたい。ね、まあ、それもいいけど、遊び大全だと4人だと片付いてる4人だとさ、うん、なんていうの、でもいいの、その遊び大全買った暁には私が絶対占領してるけど、コネクト4、コネクト4のあの王者対戦みたいな、王者対戦、1人ずつ私と対戦して、ね、そう、そう、いや別にそれ自体は全然いいんだ、いいんだ、うん、全然いいのよ結構なんだろう、他の人がやってるゲーム見るのも好きなタイプだから、あ、そうだね、だから全然いいんだけど、その柔らか頭軸だと一通りやってもう一回やって満足しそう、夢は。夢結構柔らか頭軸の DS 版好きだった。あ、そうなんだ、そうなんだ。夢が一番好きな DS ソフト Nintendox。 ああね、あとなんかあったかな、なんかニンテンドックスのもう一個なんか犬のアプリ持ってたの、ワンコのお世話みたいな。あ、はいはいはい、なんかレッツプレイオインクゲームズ、この前一緒にさ、うん、エセ芸術家ニューヨークへ行くってやったじゃん。あ、はいはいはい、あれ面白かったね。が入ってるのにボードゲームとかも含まれて、それもなんかいろいろあって、それはいいね、それ楽しそうだよ。あれ、あれ8人でまでできるのもあったはず。いいドラムもプラスアルファドラムプラスアルファいいやん、そうね、誰でも来れるっちゃ来れる。そうね、あとあれも今1000円で売ってるからさ、あーね、ヒューマンフォールフラット、よくそれ覚えてるんだけど、名前、まあ、目かせちゃうあの人が落ちるやつでしょ、そう、ふにゃふにゃ人間、あ、ちょっと待って、物まねで絶対うまいヒューマンフォール、一緒にゲーム部だった、そう、奈々子さんの犬ね、あ、やばい、奈々子さんの犬めっちゃさ、うん、一点を見つめる犬そう、あれおもろいんだよね、懐かしい、懐かしい、めっちゃカメラ目線あれ、いまだにアーカイブとか見たいもんね、あれだからあれ面白かったね、そう、ヒューマンフォールフラット今1000ちょっとで買えるはずね、いいよ、全然お金割る、うん、やった、まあ、8割ひのちゃんの、あ、2割私、あ、全然それでも 20% オフだと思います交渉成立やったやった、でもこの人、まあ、ゆめもカホとゆめとこの前ご飯行った時に誕生日のお祝いでね、うん、そう、2人でねお金払ってくれた。いや、もうそんなことまで言わないと痛いそう、いいよ、払う、日のも払うよって。いや、でもそんな言わなくても、そしたら、いや、いい、また誕生日なんだからもう払ったよ、払ったよもう生産済みとか言われていいの、じゃあ、で、なんか何度も言うのもちょっとこの間柄で変かなと思ったから、じゃあ、お言葉に甘えて、ごちそうさまです、ありがとう、素敵な誕生日たちになったわ、つって。そう、イケメンだね自分で言うな、かっこいい、ありがとうございます、やっぱり認められた、あ、かっこいいって、かっこいいって、よかった、ゆめちゃん優しいって、うん、そんなに言わなくてもでもゆめも言うてね、まだ二十歳になって3ヶ月だから、そうだよ、そんなにね、そんなにまだ20歳頼んで死んでないでしょ、そう、でもめっちゃ先輩ずらして、え、そんなお酒もいけんのみたいなでもゆめはね、ゆめは変なお酒飲めるからな、変なお酒変な、結構いろいろ飲めてたからそうね、そう、で、私はね、そのお酒の話は別に普通にするよって言ったの、みんなに、うんうんうん、せっかく新潟だからっつって、うん、夢は全然そんなに話してない、え、別に、なんていうの、別に、なんていうの、隠してもない、うん、ああ普通、普通、弱くなかったよね、みんな、うん、まあ、夢も
かといってめちゃくちゃすごい強いわけでもなかったけど、ふんふんふんってわけじゃない、普通ガチ普通普通に強いぐらい、わかる面白かった、わかる面白かったね、あれ酒むめもさ、それはちょっと聞き聞きなんていうの、え、あの聞こえが悪いなんだろうな、ハートとありがとう、しごむめもありがとうございます、しごむめも、しご、しご、あーしゅ、それも聞きはなるほど、何がいいかな、酔いむめも、酔いむめもがいいよ、酔いむめも可愛いよね、うん適当に言ってる、むめもつければいいと思ってるからな、そうだよ、そう、今何時、15分過ぎだ、私たちもあと着替えるだけなんだよね、そう、まあちょっとメイク直したいけど、お腹すいた、でも今からご飯食べたくない、うん、喉引っかかっちゃうからこれ割ったら食べるわ、何だったっけな、なんか弁当だったな、うん、あのね、オムライスか天津飯どっちでもいい、マジでオムライス、あ、マジで、オムライス3つあったから絶対大丈夫だよ、ほんとだ、そうだ、争奪戦じゃん、え、そうだよ、この後はね、やばい、待っちゃこの後はあぶこなさんの千秋楽だよ、戻して、ありがとう皆さん、あぶこなの千秋楽で戻してくれた寂しいね、やばいね、あゆ太郎さん卒業後26日になってさ、うん、ね、全員出られる、ね、全員出られるけど、ね、早っ、なんかアルバム発売とかあってさ、そのね、月がさ、遅い、月が、なんで、月末がめちゃくちゃ忙しいからね、ちょっと早めだけど、例年よりなんかさ、めっちゃ気になるのはさ、リード曲のパフォーマンス参加できるのかな、確かにね、もう超えないじゃない、26までない私は心配している確かに、全員でやりたいよね全然誰目線、あゆかさんのファンの方でもないのに本人でもないけど、心配してる、心配目線で、自然渋滞の話もしてないね、まみめも公園で自然渋滞、自然渋滞の話した、配信で全然してない夢の歌割りのところが口も聞かない数時間、うん、そんなリズムだっけ、うん、あれ口、ちょっと待って、その通、その、なんだっけ、なんだっけ、サービスエリアの手前でチャンスがサビ、サビ、なんだっけ、赤いテールライトがネックレスみたいチャ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 どうなった？聞かない。マジ？え、本当に？ありがとう。聞いてみて。え、もうさ、これレマジでさ、レックの人がさ、びっくりするぐらいさ、あね、優しいんだよね。デロンデロンに甘えてくれるんですけど。それはそう。そう、私サヤと一緒にレックだったの。うん。で、そしたらさ、今サヤと、うん、確かにそのレックの会場、レックの場所、レコーディングのスタジオまでは、うん、確かにサヤと一緒にこう、しゃべりながら歌歌ってたんだけど、一緒に練習してたんだけど、うんうんうん、なんか、え？合わせてきたでしょめっちゃ感動してくれて、めっちゃ良かったよね、うん、すごい、でなんか私たちも思うみたいな、なんか私からすると結構歌わり分かりやすくて、ね、人少ないから、ね、でもみんな分かんないって言ってた、えマジで、もう一回聞いてみんなちゃんと、絶対分かる、めっちゃラーメン棒感じるパターン、ラーメンそれラーメンワンダランド感じるパターンあるよね、うんうん、あるし、あここはきっとこうだろうな、なんかね、そのフレーズというか言葉ごとに、うん、あこの人の声だなっていうのがあるの、うん、わかる、そうそうそう、この前も話してたわ、初見でね、あのさ、うん、時間みたいなやつあるじゃん、うん、あそこのフレーズ一番好きって思ったの、うん、で歌われてみたら自分のところでめっちゃなんか奇跡、なんていうの、うん、運命感じた、よかったね、そう、時間でも、当日までさやに教えてもらって、難しかったね、うん、サビもね、いやなんかむずいね、2番もダーメロも普通に難しいもんね、まだ公開されてないと思うけど、ダーメロなんてあったっけ、ダーメロはあるってば、あ思い出した、うん、落ち着くとこね、楽しみだね、楽しみ、ま、え今ってどれくらい解禁されたんだろう、まだあそこだよ、
自然じゃうたしキュウ。そうだそうだそうだ。めっちゃさあれさテロロロロみたいなさ、めっちゃラジオのさ、うん、みたいじゃない。はいはいはい、うん、確かにジングルっぽいよね。そうそう、わかるわ。お腹すいた。急すぎです。え、どうする、着替える。そうそう、今20分だよ多分。どっちでもいい。でも今ご飯食べれないけどね、うん、あ、ギフトありがとうございます。よし、じゃあどこか行きたい。 T シャツの私は着替えようかな。ほんと、え、まだ配信する、あと10分いけてない。でも着替え、あー、まあいけるくはあるわ。今リップ塗らなくて大丈夫。嘘やん、見てこの色。え、ちょっと顔が直したい。今日燃えてるな。よかったね。うん、ありがとう。この子のさ、うん、あの自分サンドイッチのドラムの私越しのやつめっちゃ漏れてるよね。え、わかる。いや、全部載せちゃう。ツイッターにもメールにも載せた。載せてたね、めっちゃ。みたいな。そうそう。かっこいいね、しかも。わかる。めっちゃさ、あの写真が自分さんの LINE グループで話題になってた。そう、奇跡の1枚。奇跡の1枚だ。めっちゃさ、あの時さ、だから長野に行ってさ、めっちゃ LINE、さ、めっちゃ LINE 載ってるなと思ったんだけど、うん、なんか通知だけ見たら自分のことだと思わなくて、うん、なんかこの1枚めっちゃ可愛いみたいな、めっちゃみんながなんか話題になってるから、うん、で、なんか人と仕事終わった後に見てみたら、うん、え、今の写真じゃんみたいな、うん、みんな今の写真でそんな大盛り上がりしてくれてありがとう。いや、でも本当に可愛かったわ。え、本当にね、大バズりしてたの。そう、ジブさん、ジブさん。そうそう、外じゃなくてね。たい焼きありがとうございます。あれ、私バズってくんないかな、ね、可愛いってなると思う。バズってね、バズってたね。あれ、ひのは青とゆなこのやつも好きなの。え、わかる。青がなんかワクワクし、なんか変な顔でワクワクしてて、ゆなこが隣にいるやつ。え、わかるわかる、かっこいいやつでしょ。あと、ゆめさん、ひの、多分世間いらしないと思うけどさ、うん、ひのちゃんとゆなこがめちゃ、あ、ゆなこがめっちゃ変顔してるやつ。変顔はしてない。嘘、それは失礼だよ。いや、変顔してるのもあった。普通の顔だよ。変顔してるのもあった。ありました、ありましたよ。なんかめっちゃさ、うん、みたいな言ってんだろうな、みたいな写真。 あったあった、それもあった、確かに。なんで大好き、あれ載せようかと思ったけど、さすがに自分いなくてやめた。いいじゃん、なんかどっかの機会に載せよう。え、今日インスタ載せようかな。え、今日までインスタウィークなんだ。あ、そうなんだ、今日までゴールデンウィークみたいに毎日投稿してる。今初めて言った。自分の中のルール、ね、自分の中で決めたの。勝手にやめてもいいようにね。そうでも今日まで投稿して、確かに毎日投稿してる。でもね、今日インスタに載せる今の一番最後の写真が一番お気に入り。あの、なぜなんかゆなこが青のことおんぶしようとしてる、なんか意味がわからないシチュエーションで、しかも自分がいないの、夢がいなくて、遠くからってやつ。そうそうそう、めっちゃ意味わかんなかった。あのね、なんかね、本当にね、おもろいんだよね、全部写真。あとね、あと動画も載せるんだけど、うん、なんかサーヤに向かって青がおたげ、なんか、あ、なんか昨日そういなかった。あ、そうそう、うん、マックス流れててラジオの。あ、そうなんだ。そしたらなんか面白くて、青がちょっと載せる、うん、今日、うん、みんなに確認、みんな見てね。いいなぁ、うん、いや、みんなに確認取ってって言った、うん、あ、大丈夫大丈夫、みんな NG ないから。 NG かわいそう。乗せてからじゃ遅いのに。ね、インスタやばい、ほんとインスタね、できない。 Twitter はできるのに、うん、インスタ苦手なんだよね。やるのは苦手。今オフショットまとめるのが苦手。あーね、撮りすぎなんで。いや、なんかまあそれもそうだけど、それもそうだけど、そうだけど、うん、なんかそういう全体写真みたいな。ああね、わかるよ。インスタはフィードが苦手なんだよね。まあ、ニューテストーリーもそんな更新してないけど。なんかせいた。よっこいしょ、お水、お茶でした。緑茶です、これは。タイム。Is it now? What time is it now? 20分。まだ大丈夫。あ、now って調べた？うん。へえー。私、しめじ。ひの、しめじ。ひの、あれ、LINE スタンプ最近結構買うのハマってる。なんで？え、
あ、ごめん、理由はないよね。理由はないけど、そうだよね、なんでが一番困る。理由はないけど、最近オタク欲が増してて、なんか好きなコンテンツの、それこそアーニャ買おうとしてる、スパイファミリー、いいじゃん、使っていい、いっぱい、うん、分かった、買うわ。じゃあ、ね、人がスタンプ使ってるの見ると買いたくなっちゃうからさ、やっぱやめてほしい。送りますだって50コインとかよ。見て、いや本当に脈絡ない。これさ、夢が買ってきた長野のお土産。嘘です、嘘つくなって言ってんだろマネージャーさん、こっち見たってば。気になる、食べてみたい。え、ちゃう、なんか嘘みたいな流れ、あの嘘みたいに綺麗な流れ。え、でも本当に食べてみたい。え、美味しそう、食べてみたい。本当に食べてみたいんだけど、今食べちゃダメ。いいよ、これだってあなたが強奪してきたんでしょ。買おう、食べていいよって言われた。あ、ね、確かに言われてた。でもこれもともとスタッフさん用だから、ね、そこまで言わなくていいじゃん、 あげないよ。やめー、でも余ってるからって言ってた。いただきます。12分野沢菜昆布味です。いただきます。ご当地じゃがりこって美味しいよね。うまい。二十歳4日目が言うことじゃないかもしれないけど、お酒のおつまみにしたいめっちゃうなずくじゃん、マネージャーさん。なんかずっと相槌打たれてる。うん、うん、あ、食べます、食べますか。うん、あ、食べますか。うん、大丈夫、はい、大丈夫、よかった。うん、美味しそうだった。美味しいわ、これ。あ、大丈夫だよ、しょうがねえな。え、大丈夫だよって言ったやん。いや、この紙棚にお酒飾ってある。なあ、飲む。おもろ、熟成されてると思うけど、うん、そうだね、日本酒、日本酒だもんな。日本酒はちょっとまだ怖いな。うん、日本酒苦手。あれ、日本酒はダメなのか。でもせっかく新潟だから日本酒飲めるようになりたいよねって話、この前ショールームでしたら、いっぱいおすすめの、あの、おすすめのお酒を教えてもらって、うんね。そしたら、あの、カゲトラっていう、稽古の稽、あ、わかるかも、にトラ、私それ最初読めなくて、稽古の稽、稽古の稽というか、あの、稽、背景の稽、景観の方で、あ、そう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 、で最初読めなくて、影トラ、影トラって読むんだけどさ、軽、うん、トラって読んじゃってすごいいろんな人に突っ込まれた。確かに、うん、そう、昔、そういえば昔も全く同じ間違いしたことあるんだよね、ショールームで。多分最初稽古って読んで、軽、うん、トラ、だから、うん、大丈夫、これ以上食べると美味しい、ね、美味しい。うん、ビールも飲めるようになりたい。うんうん、夢飲めるようになった。え、いつの間にか。なんかでもあんたの前で飲んだことないでしょ、私ビールを。酒、うん、ひなちゃんが未成年の時に飲めるようになったのっていうか、あ、そうか、そういうことね。あれでも飲んでなかったっけ。あれ、なんだっけ、このビールダメって言ってなかったっけ、昨日、おととい、おとといか。あ、違う、あのね、長野で飲めるようになった。あ、じゃあ一緒にご飯食べた時はあれか、もう飲めるようになってたけど飲んでなかったのか。ラッシュ、ちょっとウェイトティッシュ取っていただいてもいいですか。ありがとうございます。はい、終わろうぜ、そろっと。うん、
よし。じゃあ壇上読む。読むか。美味しかったな。うん。はい。13位しんちゃろさん。13位くにさん、ありがとうございます。12位ディアさん。12位ぴょんさん、ありがとうございます。11位ベロさん。11位キムさん、ありがとうございます。10位トールさん。10位カンヤットさん、ありがとうございます。9位太郎さん。9位ビッグさん、ありがとうございます。8位クジチーさん。8位シンゴさん、ありがとうございます。7位むっちゃんさん。7位ヒンジさん、ありがとうございます。6位ひろしさん。6位てっちゅうさん、ありがとうございます。5位新潟かずさん。5位サバサンドさん、ありがとうございます。4位とうごさん。4位よったさん、ありがとうございます。3位いちたさん。3位てるめかたぐっちさん、ありがとうございます。2位むかしかろうじんさん。2位とうごさん、ありがとうございます。1位とっぱきゅうさん。1位ぐびぽよさん、ありがとうございます。ということで、じゃあ明日の告知して終わる。うん、いいんか。うん、明日は特に決まってないけど、うん、特に決まってないけど、ジブさんショールームを予定しています。多分でも明日公演があるから、まあ、これぐらいの時間、昼夜の間だね。これぐらいの時間を予定しています。無事にできるかはちょっとわからない、うん、まあでも告知するだけうんしといてね、損はないので、うんうんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、じゃあ夜公演もぜひご覧ください。お願いします。またね、バイバイ。まだだった